この世界の断りだと。香港で鍛えた俺のシェリフよりうまいじゃん。スパイギア専用目、俺だけは覗けるやつやん。スクワットでいい、スクワットスクワット、はい。シールドダスフラッシュバックにも支持値は分かないんじゃないか。フラッシング戦での安心感、ベインフラッシュバックアカデミーあり。やっぱドンシーン今アカデミーみたいなやつあるんだね。またサックスが行きたり飛び出してクラッチするシーンっていうのもありましたので、まあそこが若い時から育てるっていう。フラッティックばっかりデビュー作らない？離婚だったら教えるよ俺。離婚だったら教えるんだけどな。あとロータスのフェイド、アカデミーコーチで食ってが俺。焼肉食いてえな今日。終わったら焼肉行こうかな。いやーソロでしょ。やっぱ焼肉はね、まあ、誰かと食うのもいいけどソロもやっぱねたまらなんですよね。自分のペースで焼いて自分の好きな焼く肉を焼くと。それはダスクさんと焼肉行ってねえな。ダスクさんと行ったらさすがに奢ってくれるよね。いやでも若い時にやっぱ年上の人に奢ってもらうじゃん。で自分も年上になった時に奢るじゃん。もうそれはね、なんだもうこの世界の断りだと。周りに回ってやっぱ自分が奢らなきゃいけない、奢ってもらった分。だからダスクさんすいません、僕は奢られたいです。でも多分ダスクさんも若い時奢ってもらってたはずだから、それはしゃあないじゃん。いやチャンピオンズゼータ見てよ。でもこの VCT ステージ2が何に繋がるのかちょっと分かんねえわ。これも直通なんだ。まずにこれ取りそうですね。カレットだけ破壊して、うん、そのままエントリーがスタートしてきました。奥に流した。で逆にスタックス T1 いったら T1 も伸びそうだよね。レインが少しのダメージを DRX T1 ジェン G ってすごい強くなりそう。その3強ゼロポイントの判断は良かったですね。ほとんどのアビリティを切ることがありませんでした。ただ問題はマコがシェリフということでポイズンクラウドなどを放つことはできません。フラッシュディジ合わせ、ポテンシャルは揃ってんだよね T1 だって。そのオーバーウォッチの強いやつらとか。そして後ろからシュガーゼロが対応しますが、そこに対してはキルジョイのフォクシーナインが見ています。このスクリーンが切れるタイミングが勝負ですね。ゼロポイントパラノイア、そしてスモークを入れながら解除を目指していきますが、ヒロロンバズマコとニーチトレード、さあ解除に向かうことはできません。横からバズが差し込みますが、デップがそこに対応しました。さあフォクシーナインと、ここはマコのクロスのプレーですが、スクリーンを張ってそこを抜いていったマコ、キングウェイもフォクシーナインが処理して時間がない。あー時間ない。うわシェリフうめえ。香港で鍛えた俺のシェリフよりうまいじゃん。俺結構自信あったんだけどな最近。俺のシェリフ結構俺自信あったんだよ最近マジで。スパイギアの方がうまい。ファンって怖えな。俺のはうまいよ。エントリーであれだけのアビリティ、宗教開こうかな。俺のはうまいよ。霞んで見えるでしょ VCT。 フラッシュバックってどんくらいやばいの？そんなやばいの？なんか前からすごい話題だったよね。やばいってマジでやばい。何やばいの？ゲームゴリラなんだ。へえ早く見てえの。むしろ今のでラスの位置を一瞬見ることができたのが、ユランファーストブラッドベインがダブルキル。わあアカデミー勢強え。ブリンクを切ってフラグメントの回収も見えています。バズがラフターを抑えます。オープンセッションを狙っていくベイン、ディアレクスは完璧な体勢で、まあ、削れれば。あの奥強いな。何あれ逆ワンウェイみたいな、逆ワンウェイみたいなやつやってる。何これスパイギア専用目、俺だけは覗けるやつや。さあ今度はラフターから2人が入ってきます。看板からのデップの射線は通りません。オペレーターがお前かフラッシュバック。パラノイアを入れていますがバックサイド一本すらキープできなさそうです。うおがベインがオペレーターを持っています。5対0。上にフォクシーナイン12対0。前半を抑えました。 DRX マジこれが新生 DRX かよ。マジかよ、飛ばしすぎだろ君たち。まだ長いぜこの先マジか。てか A しか見てないんですけど。おいラズ阻止しろラズ。いいのかお前。45-32とマコの体力、フラッシュバックの体力も少ない中、フラッシュバック 1-2 ただ両者一発圏内。ラズの位置を把握した。ラズまず絶対決めろよ。チャンスはありますが、上からこれは見えるか。マコは登場した。13-0加入となりました。これ初戦だから硬くなってるだけ。まだ1マップだけですけれども硬くなってるだけだよ。新しいメンバーでのアビリティを切らせるという行動に徹するんですね。ゼータルビジョンのアビリティをまずこのサイト中に自分たちがそういえばさ、エルカトさんからもらったカメラスタンドクソ高いんだけど、真上から見れるよ。真上からファストリテイクは通すことができていたのですが、最終的には位置がってことね。有利な状況で待ち構えることに成功します。
さあそして続く3ラウンド目ですね。スクワットでいいよ。このラウンドについては注目なのがまずはこのパイプの位置に置かれているスモークですね。このスモークがたかれてしまっている影響でこのパイプの上に乗っていたヒロロン選手がこの位置からのカバーを通すという行動を行えなくなります。スクワット廃止。ベルトの位置までは進行できた。そして DRX の選手がここまでで見えないと判断したことからヒロロン選手もカバーをやめて自身がミッドの位置にシフトする段階、ここを DRX 側に疲れてしまいます。でもこれさ手元配信でもできるかな。フォームあってない。ってしまうことがわかります。結構意識してケツ突き出したんだけど、やっぱねなんかボーナスすごいいいけどさ、ね、たまに外見たくなるんだよね。そこだけかなやっぱり、まあ、このようにですね難点はサイト中に進行する際やっぱどうしてもアビリティが飛んで箱に詰められてるからさ、ずっと窓とかないからさ、いや酸素とか大丈夫、換気扇ついてるしエアコンもついてる。カーテンはこれだね。カーテンってかこれあの黒巻きのやつだね。あこれも今設定すれば抜けるんじゃない。ほら変な感じになっちゃった。エルワロさんのカメラ良さそうだな。これもう一つ欲しいわ。なんかでもねロジクールのやつ絶対美白効果みたいなのついてんだよな。デフォで白いんだよねいつもの肌が。白くない、何もいじってないのに。俺この右のやつがロジクールなんだけど、いや結構散らばってるよ下にデバイス類が。まあスタイルのボイスに比べたら綺麗かまだ。人数をまずかけることができていたのが一番大きな勝因となりましたよね。そして最後はラズが抑え切りました。いいね、もう一本欲しくないゼータさん。結構ね限界なポジションではありましたけども、ケージをふんだんに使いながらもう一本欲しくない。エルボーにいたプレイヤーがいつの間にか窓にいますからね。嫌な立ち回りしてんねマジで。この人デップを落としたプレイがどうなっていたのかですよね。しかも打ち合いも強いし一瞬やられたくない立ち回りされてんな。すごいね。でもなんかああいうの何通りも守り方があるんだろうな。設置した後ロングに任せることが打ちにバイパーということはかなり攻めが遅いだろうと。そうですね、理解はできます。まあ、開幕ミッドを使ってくるかどうかをしにしたかったというところが一番大きいドローンですからね。この走りで一定時間こうミッドからの挟み言ったのはそっちだろう。ドローンスタート。ショックボルトの開始、グラビティウェルによって入ることはできません。奥ゼロポイント、ピラミッド裏まではクリアできましたけれども、このバズの位置は理解できません。ここにアビリティを使わなければいけない。カウンターリコンも上がっているベイン。さあバズ立ち位置が難しくなった。体力25残ります。ただサイト中のクリアリングで本来使っているフラグメント、この位置に使わされた。常にベインもカウンターリコンを使っているので返しのアビリティはありません。ショックボルト1本でしょうか。あもう一度同じ位置に入った。これかなり苦しいですね。アビリティでクリアリング、もう一回同じとこ入るんだ。マジかよ。で見れるかどうか。デップが見えました。これで A のセットアップが分かる状況まで持っていった DRX。ヒロロン打ち勝ったが横からフラッシュバック、またフラッシュバック、スパイクドロップ、ホールからラズが入り込むものの2オン3の状況です。時間がありませんか。時間ないね。いや勝負する。フォクシーナインが落とした。いや時間がありませんね。 A サイトのフラッシュバックを落とすことはできません。いやフラッシュバックなんかすげえ理想な選手だな。フラッシュバックにも支持値は分かないんじゃないか。支持中界隈のトップ、フラッシュバック。先陣を切ったドローンをうまく越えていったマコ。情報は取れたが、すごいな。バックサイトにはフォクシーナイン、守り方すごいな。バックサイトから顔出してくるフォクシーナインとベインです。ワンフォー、最後はバズのアウトローがディフェンダーサイドから刺さりました。これはだいぶうまいなブリーズは。これが新生 DRX ね。いい選手取った ね。てか育ててたね、アカデミーで。